皆さんご存知だろうか。2011年6月4日深夜の政変を、大阪維新の会が高い派の抵抗妨害を乗り越え成立させたかつてない改革を、議員定数削減条例をめぐる壮絶な攻防戦を、日本初歴史を変えた議員定数削減の変。2011年6月4日賛成の方はご起立願います。大阪府議会において大阪維新の会は議員定数削減における条例案を提出。これまであった府議会の109議席から21議席を削減しようと試みた。これほどの削減は日本史上初の条例案である。これに高い派は激しく抵抗、バリケードを立てるなど強硬手段をもって採決を阻止しようと企てた。なんとその妨害活動は深夜にまで及んだ。当時のことを松井幹事長は振り返る。我々はね、長年続いてきた役所のその体質、制度そのものを見直すというときに、役所改革を断行しようとすればまずは政治改革からです。自分たちの身を切る覚悟、それを示すことで、役所の改革につなげていきたいと。日本には、政治家が多すぎます。大阪でこのエリアにも地方議員と言われる人は1000人、を超える数がいるわけです。この方々の身分に関わる経費は全て、府民市民の税金です。それをいかに、使わせていただけるか、そのためにはやはり定数というものを見直していかなければならない。自分の身分保障ですよ。選挙が厳しくなる、そうなるとバッジをつけ続けられるかどうかが分からなくなります。自分たちのポジションを確保したい、その一心で、議員定数削減反対されたんでしょうね。だから、現職の議員の皆さんはみんな口では言いますけど、定数削減本気でやる人は少ないと、こういうことです。抵抗をものともせず維新の会はついにバリケードを強行突破。深夜2時45分、議員定数削減条例案は自民党、公明党、民主党、共産党が姿を見せないまま可決されました。起立多数であります。21議席をこれ削減したっていうことはものすごいこれエネルギーのいる改革だっていうこと、ここはやはりご理解いただきたい。一番最初にやらなければならない。大阪維新の会は大阪をもっと良くしていきたいという一心で、これからもさまざまな改革を進めていきます。まずは自らの身を切るところ、当たり前、大阪維新の会だから僕はできたと思ってます。